少なくてもこうアドバイスがしっかりとできる、うん、あの組織はこうだから大丈夫だよとか心配しなくて大丈夫ですよとか、うん、そういったアドバイスがこう知識としてその方あのスタッフの人たちにも持ってほしいなっていうのが実は私あるんですね、はい、でやっぱり長く携わる関係だと思うんですよ。その施設だとか訪問でもデイサービスでも何でもそうですけれども、うん、例えばまあね、あのお亡くなりになっちゃった、うん、じゃあどこの葬儀屋さんでどんな葬儀をしてどういうお別れをしたのかわからないんだよねっていう人もたくさんいました、はあ、うん、でやっぱり忙しいとお通夜にも行けないし葬儀にも行けないしって、うん、でそうなるとちょっとやっぱりこう悲しいよねって、もう20年も私付き合ってきたのにとか、いや本当そうなんですよね。なんかやっぱり断絶されちゃったような気がすごくするんですよ ね、うん、私それではねやっぱりこうなんだろう、その人が一生懸命生きてきたのに最後やっぱりどういうお別れが、ね、葬儀者としてして差し上げられるのかなってなると、うん、そのやっぱり携わったスタッフの人に聞くのがやっぱり一番なんですね、はい、でご家族に聞くよりもスタッフの人に聞いた方が、実はこんなことが好きだったとか、実はこういうことを生前言ってたんだとか、うん、そんなことをお話が聞けたりもするので、そういった意味も含めてもうお元気なうち、あるいはこう利用者さんとの、その関係性をうまくつなぐこうハブとして、一緒にお仕事ができればなっていうのがね、うん、まあ私の、まあ、何でしょうね、希望でもあるし理想でもあるし、そうならなければいけない連携なのかなってあるんですよね。包括ケアっていうそういうシステムありますけれども、絶対そこに葬儀屋さんって絶対いないんですよ。ああ、そうです、ね。入ってないんですよ。だって嫌われますもん。だって一生懸命ね、一緒に生活してるって言ったところに、ね、こう言ったらお葬式屋さんですよ。嫌われますよね。けど私が望んでるのはそこではなくて、うん、働いてる人も入居者の方も利用者の方も、そしてそのご家族の方も全てがもう安心してそこで生活ができるっていうような、その一体化のシステムがしっかりとできれば、まあこれ本当にこう人の、ライフワーク、あのエンディングに向けてのライフワークとしてはすごく理想かなって。いや本当そうですよね。思います。いやこれもう私がいたフロアって、あの福祉施設の中で一番重たい、本当にもう認知症もすごく進んであったりとか、うん、寝たきりの人専門のフロアにいたんですよ。なもんですから聞き取りもほとんど不可能みたいな、家族が来ても会ってもどうせ喋んないでしょみたいな、そういうトーンで言われてるところでも、一応やっぱり本人はもう、まあ、ちょっとあの ところどころでつながったところでこういうふうにしてほしいなっていうのを断片的にメモしてるんだよね、うん、だからなんか本当にこれを言うとあのまずいことなのかもしれないですけど、寝たきりになっちゃってご身内の方があれはもうおじいちゃんじゃないみたいなことを言ったりしても誰か見てるわけですよね。でそれをきちんと残しといて、あのやっぱりその時にあの 見れなかったけど、何年かした時に、あやっぱり自分ってああいう時死に直面しなかったけどこういうことがあったんだっていうのを節目でちゃんと作るっていうのがすごく大事だと思うんですよね。なんか葬儀っていうのを、なんていうんですかね、人間って逆に言うと震災とかあった時って亡くなった人って別にお葬式がやれない状況でも拝みますよね、うん、だから結局それの代わりをしてくれてる人ではあるんですけど、じゃあその人がやってくれるのが当たり前だし、なんかこれだったら、だからちょっとお前たちはそういうの待ってんだろうとかって言っちゃっていいのかっていうのは、これも実は真心の問題っていうのが言ってる側にも私はあるって思ったんです。あんまりそれは良くないことだなって、やっぱりやってくれた人にはありがとうございますっていう話はちゃんとしなきゃいけないと思ったので、やっぱりまあもう一回現場の話になっちゃえば、やっぱりそうなんですよ。正直言って見てる側もお家族の人が来なくなっちゃった時にこっちで抱えてこのまま流しちゃうのかなっていうのってすごく複雑なんですね。なんか変な話ですけど、食べてポイ捨てしてるみたいな、なんかあんな感じがしちゃうんですよ。そうですね。うちのおふくろもやっぱりあの晩年その介護になっちゃって、うん、あのポロッとよく言ってたのが、うん、昔でいうおば捨て山あるじゃないですか、うん、私はこのままおば捨て山にポイなのかななんてポソッとこう言ってたことがあったんですね。まあ正直言ったらもうそれ聞いた時に、え、なんでそういうふうに思っちゃうんだろうっていう、うん、その真相はね聞いたんですけれども、やっぱり答えがやっぱなくて、うん、そういうふうに感じちゃうってなんでだろうってすごく考えましたね。なんでこんなね、
してもらいながら、あるいはこうしてるのに、最後は私はおばすて山かなで、そんなことって決してないのに、うん、そう感じさせちゃってるのがもう私なのかななんて思いながらも、もうちょっとしっかりね、親孝行したい時にね、親はなしってよく言いますけれども、まあね、今もやっぱりもうちょっとこうしてあげればよかったかなとか、私こんな仕事をしておきながら、やっぱりこう就活っていったところっていうのはじっくりと向き合ったことっていうのは正直深くはなかったので、うん、今それを逆に切々とも感じてますね、その重要性っていうかは。これは難しいことなんですよね。やっぱり親がちゃんと教育したから、そうやって活躍してあっちこっちで仕事してる人になってるっていうのはまず本当はあると思うんですよ。これも片桐さんでも何でもうちの人でも何でもいいんですけど、やっぱりそのおかげで活躍してて忙しいから見に来れないんだよっていうのは本当はこっちの言い分としてはあるけれども、親の側としたらやっぱり、ああやっぱり自分はだんだん必要とされてないんだなって思っちゃうっていう瞬間がどうしてもあるんですよね。これも見てる側だった私としては、毎回誰も 100% 100人いたら100人間違いなく言ってることなんですけど、こればっかりはあってところなんですよね。それ間入って聞いて、やっぱりあのちゃんと連携するとか連携できてるっていうのは、みんな結構うまいこと痛み分けっていうかなんかできて、すごくそのみんなあのこれのことばっかり考えるじゃないですか。人が死んだ時はお金が発生して商売だからと、そうじゃないですか。こっちの問題があるんですよね。あのこっちでわだかまりとかなんか毎日抱えながら見てて、そのやっぱり職員の給料が安いとか問題が結構福祉もあるんですけど、それはどうしてかって言ったら、やっぱり、まあ、こっちのウェイトの割にちょっと安いんじゃないのっていうことが、お医者さんでも今いろいろ大変だと思うんですけど、やっぱりみんなでいろんな業者さんが入ってやってる側もちょっと持ちましょうよっていうのはすごく私はいいと思います。うん、そうなんで、福祉関係の人も、まあ、葬儀者もそうですし、まあ、医療の人もそうですよね。いや本当そうです。命をつなぐ仕事だと思うんですよね。はい、命を終わらせる仕事ではないので、で私は逆に命が終わってから登場するっていう、そういった仕事ではないと思ってるので、 あくまでも一つの命、今まで生きてきた一つの命、魂っていったものをもうそれをつないでいく、いい感じに橋渡しをしていく、連携していく、その先にはその方が本当に、最後お墓に入って毎年こう供養されるというような形が取れるところまで、もうそこまで本当にね、連携ができるような形っていうのは、この先の、言ったら墓石屋さんとか霊園とか、あとは樹木葬とか海洋散骨とか、今いろんな供養の形もありますし、あのそういった方々も含めてもう命をつなぐ仕事を我々はしてるんだなっていう認識のもと、意識のもとやっぱりやっていく必要があるから、そういった意味ではやっぱりこううまく葬儀者さんが、葬儀者がハブとなってこう連携ができればなっていう、決してそこの利益追従だけではなくて、そのところをこうみんな携わるところの人たちに、まあ、共同できれば、これ本当にその人が生きていく上で安心と、なんだろうな、大きな礎にはなるのかなと思うんですけれどもね。いやー本当そうですよね。かっこよく言うとそんな感じなんですけど、けどやっぱり葬儀屋さんってやっぱり嫌われちゃうんですよね。いやー難しいことなんですよね。そうなんですよね。いやうちなんか実家からしたら逆に大工とかいい看板だけ出させてもらって恐縮ですっていうことだったと思うんですよ。やっぱり、うちのもやっぱりすごい気にするようなのがずっと祖父方とかずっとやってましたんで、さあね、だから理想は葬儀者ですけれども葬儀もやってくれると、そうなんですよね。それが一番嬉しいですね。あ、こんな話もしてくれる、例えば、なんだろう、こういうアドバイスもしてくれ